あ、俺も録画。これも録画なの。今休憩時間で次は生配信までゆっくり休もうかなと。違う。大丈夫です。もう原さんお話上手なんで、もういやいや、そう全然あのたどたどしい感じでないし、そうですか、ちょっと次たどたどしいキャラで、そういうの必要なんですか。いやいや、知らない。じゃあ、皆さんこんにちは。こんにちは。原さんをお迎えしてお送りする、これはね第3回目にしようかな。あ、そうなんですか。わかりました。ですね、今回のテーマ何でしたっけ。僕がやりたいテーマ、あ、そうだ、ですね、組写真とですね、はい、あとメーカーギャラリーにチャレンジするっていうね、そういうのと、あと3つ聞きたお聞きしたいのは組写真の面白さ、はい、で次は、メーカーギャラリーに応募するっていうことの、はい、あの意味とか、であとその写真展をやってこうどのようなことが起きたかっていう、その写真展の良さみたいな、その3つ3本立てでちょっとあのそう聞かせていただけたらと思いますが、でも一番最初の組写真っていうのが、はい、僕はあんま得意じゃないんですよ。なんで組写真って言われても困るなって。ああ、そうですか。で僕ね、あの僕結構組写真好きなんですけど、はい、まあ、あの20年ぐらいそういう組写真いろんなのにこう、あの、まあ、仲間のサークルの人たちの作品を見て、まあ、このセレクトの方がいいよみたいな、はい、セレクトをしてたもんですから、はい、組写真というのはこう1枚の写真じゃなくて、まあ、10枚とか20枚とか30枚で表現する。それぐらいの規模だと多分分かります。あ、はい、あの組写真ってよく2枚とか3枚とか、あ、ちょっと難しいですね。そういうのとちょっとなんだろう、逆にその組写真の少ないと個々の写真の良さを消してしまうことが多いな。はい、1枚の写真じゃなく見てしまうっていうんですかね、うん、まあ、8枚からスタートして8枚でも結構厳しいですけど、で、あの原さんの写真をちょっと、はい、あの生意気ながら見させていただいて、いやいやいや全然ですね、あの僕だったら、あ、でそれで組写真って何だっていうと、まずこのセレクトするんですよね、はいはい、だからどんな写真を選ぶかっていうこと、うん、はい、でそれともう一個がどういう並び方にするかっていうタイムラインなんですね、はい、でそのタイムラインの組み方がですね、原さんの場合だとその2回目の写真とか時のことに言わせていただく、はいはい、あれだからタイムラインで送っていただいた、はいはい、そうですね、そうですね、まあ、順番で、はい、そう見させていただいた時に、僕だったらこうね最後にね、なんかね死んで食われちゃったやつで終わりみたいな、はいはい、なんかそうしがちなんですけど、はいはい、食われちゃったやつじゃなくて、食われちゃったやつが最後の方に入ってきて、最後はちゃんと生活、はい、生きてるんだ、はいはい、僕たちは街を作る、形成して生きてるんだ、はい、みたいな感じで終わってたんで、はい、すごくこうあのネガティブな感じじゃなくて、はい、っていう風にですね、そのタイムラインでこういかようにでも見せれるという、はい、そのだからあのタイムラインもすごく素敵でしたし、あのそういうのをねこう見て思ってたんですけど、はい、じゃあ組写真っていうのは飛ばしますか。じゃあそうですね。いや、あのだからその写真展のところの展示の部分になってくると思うんですけど、はい、おそらくその20枚とか30枚になるとその規模になると、そうですね、だから展示になってくると今度またタイムラインとあとこうどういうあの大きさで飾るか、どういう順あるもありますか、ね、で、その、まあ、あとそれと、その見に行く会場の状態がすごく大事になってくるのが、その、組写真って言っても、例えば審査の時とかで、普通にバーッと並べて、順番もなく見られるシチュエーションと、ちゃんと自分が指定した順番で見てくれるのかっていうところも含めてのことになってくるのかな。どこまで自分がコントロール効くのか効かないのかでセレクションが変わるはずなんですよ。で、そのまあ僕は例えばニコンサロンに応募する時っていうのは、まあある程度セレクション自分の順番通りあの向こうは指示してくるので、そのちゃんと書いてねっていうで、その通り見てくれるとは思うんですけど、それよりやっぱり展示の状況ではないよね。だとするなら、その展示の時にやるのとはちょっとそのもうちょっと派手な感じ、あのパッと見て分かりやすい感じのものを選ぶとかはします。あの展示の時っていうのはもっとじっくり見てくれるので、あの一枚一枚が重すぎるとその全部派手になってしまう。で、その、まあ、写真同士が食い合わないようにするんですけど、はいはいはい、選ぶあの審査の時っていうのは写真同士を食い合うとか多分見ないと思うんですね、うん、あくまでも写真のレベルを見てる、うん、まあその当然順番で見るから
何を意図してるのかっていうふうなことは把握しようとはしてくれると思うんですけど、うん、少なくとも写真のレベル、この人がその他の人よりももしくは離婚サロンでやるのにふさわしいかどうかを審査されるはずなので、うん、そういう写真を選ぶと、うん、でも、うん、あのその後で何枚か、まあ、変えて、うん、展示の時はもっとしっかりその展示に意識したものに変えるっていうことはやりますよ、ね、だからそのさっきの組写真の答えとはちょっと違うと思うんですけど、うん、その写真をセレクションするってこととどう組み合わせるのかっていうのはまた全然違ってくるのかな。そうですね。だからよくこう言われるのはサビばっかり、サビのその、あの歌のサビの部分ばっかりこうクライマックスばっかりガーってなっちゃうとやっぱ面白くないですし、こう波を作るとか。あとそうですね、僕がその一番あの、まあそのまあ、この前に行ったルーニーさんのところで教わった、はい、まあ、結構そのやっぱりちゃんと教わるとなるほどなと思ったのが、その全部例えばまあネズミだったら全部ネズミの写真って疲れるよね。あ、まあ、他の写真でもそうだと思うんですよ。例えば滝の写真を自分が撮ってたとして展示したいな、うん、全部竹だったら絶対しんどいはずなんですよ、うん、その自分はこだわってここは何々の竹だ、いやここはここの角度がって思ってるかもしれないですけど、うん、何も知らない人が見たら、うん、全部竹だったら、はい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 、で途中で例えば空が入って空だけの写真とか、うんうん、滝から流れてきた川のその仮の方の写真があると、あ、こうなるんだこうなるんだってほっと一息ついて、でまた滝が来てくれると、うん、あーってなっていくので、そういうその、うん、なんですかね、やっぱ見る人の目線をちゃんと意識するっていうのが結構大事だ、そうありますね。そうですね。だからその僕はその、まあ、1回目2回目の時はどちらかというとネズミにこだわったんですよ、うん、でじゃあ逆にその引いた写真と迫った写真とか、うんうん、そうですね、その引いてもそんなにそのなんかね、ネズミが背景にすごく近い感じの写真にするとか、はいはい、そうすることでその、まあ、ネズミの写真もこういうふうに撮れるんだよっていう意識もあったので、うん、そこの部分も含めてこう選んだとか、うん、そういうことはやりました、はい、やっぱあの写真ってこう光と影なんで、はい、こうコントラストなんで、やっぱりその内容に関してもこう光があったり影があったりとかこう抑揚があるというか、はい、そういうのやっぱあの組写真とかセレクトでは大事かなと思います、はいはい、で次、メーカーギャラリー。あ、メーカーギャラリー。まあ、これはね、僕ね、ガチ写真学校でもあのずっとお休みしてます。ガチ写真学校みたいな内容なんですけど、その、ガチ写真学校いいですよ。ちょっと原さんから褒めていただいちゃいました。すみません。結構あれ見させていただきます。ありがとうございます。ちょっと過去の回をね、はい、ぜひ皆さん。ガチ写真学校、ご覧ください。あの、下のガイアラ勝手に言ってる、はい、じゃあ勝手に言ってる、はい、メーカーギャラリーっていうのがありまして、はいはい、ニコン、キャノン、はい、ソニー、はい、ベンタックス、ベンタックスリコ、はい、なんだオリンパス、はい、まあ、いろんなあのメーカーのギャラリーがあります。そしてそこはですね、あの自分たちで応募して、はい、やらせていただくというね、はい、まあ、30枚ぐらい、大体30枚ぐらいの、まあ4つ切りは4つ切りぐらいのね大きさにして A4 とかで送ると、30枚ぐらい送るとまあそれでできますとかできませんっていう連絡が来ます。大体どこもギャラリー一緒なんで、よかったら皆さん自分でご自身であの調べてみてください。そしてそれで選ばれるとですね、まあすごく狭き門なんですが、選ばれるとですね、会場代が無料なんですよね。だから大体あそこで会場を借りたら、まあ20万、30万、ね、まあ、20万から50万ぐらいかかるようなところでやれますから、で、ハガキを無料で作っていただけたり、まあ、2個もちょっとハガキがかかります。あ、そうか、ただ2週間なんで、はい、2週間で、あの、まあ、2個のある新宿のあるところだとかだいぶすごい。そうですね、だから50万から100万円ぐらいですね。そうそうそう、で、それが無料になります。で、プリントは自分で、ね、はい、やらなきゃいけないんですけど、で、ガラバレンタル、まあ、あ、はい、はい、行きますもんね。はい、で、原さんは3回やられて、はいはい、僕は、ペンタックスリコーで1回と、ニコンで1回、はい、で、松島くんがなんと、ね、明日から、はい、そう、はい、明日から富士フィルムということで、はい、
まあ、とにかく応募すると、はい、で、原さんもおっしゃってましたけど、1回目でおっしゃってましたけど、そのまあ、俺なんかね、そんなのできるわけねえよと、僕もそうでした、あの2個目なんか、ね、ニコンもね、でもできるとは思わなかったですよ、でも頑張ってやってみて、あ、ちなみにニコンは僕2回落ちました、2回落ちて、そうですか、で内容も変わって、なんか、日本を元気にする写真展みたいな感じで、なんかいろいろ家族写真とかいろいろごちゃ混ぜになってたやつと、あとお祭りの写真で応募して、最後にもう働く人たちだけでやったら行ったって感じです。へえ。で、松島君と出会って、ね、そういうメーカーギャラリー応募するといいよって言って、言ったらこれがね、すごいですよね。じゃあ、言われて撮っちゃうんですよ。真に受けてやったら、そう、あの杉山さんにこういう感じで、やみ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 、これなんですよ、素晴らしいですよね。まあ、これあのこれがね、そう、これ放送してる時はもうあの終わってるんですよ。終わってるんです。ひどいですね。終わってるんですよ。で、まあ本当にこのメーカーギャラリーっていうのはすごくこういいもの、はい、っていうお話をちょっとしたいなというところで、原さんにちょっとどうですか、あのですね、そのやれるわけねえだろと思ったニコンでできた時にどんなことが変わったかとかどうなったかみたいのがちょっと、そうですね、あのね、もういきなりなんかもうあの銀座で豪遊したとか、いやいや何、あの当時銀座だったんでね、はいはい、銀座はやっぱり良かったです。そのまあ、ニコンだからっていうのもあるんですけど、そのサービスセンターが上にあったので、はい、そのまず写真家の人がいっぱい見に来た。そうなんですね、カメラマンとか、はいはい、だ結構埋められる、ね、そうですね、やっぱりその筋の人が来てくださって、そうですね、あのこうみんな、なんじゃこれはなんで違うみたいな、噂にしてくれるんですよね。そうですね、お前も行け、お前も行けってな、中にはこう、まあ、自分が在留してたら指さされて、お前かって、へこれ撮ったお前かみたいな言われて、おはは、いって言って、いやすげえなみたいな感じで、やっぱそういうので、まあ、交友が結構広がるっていうと、うん、あとその、まあ、自分はちょっと運が良かったのかもしれないですけども、飯沢孝太郎さんが結構気に入ってくれて、毎回来てくれていろいろ言ってくれるんですよ。へえ、すげえな。で、その俺誰もアドバイスそのアドバイスで結構こう、あ、次こうしてやろう、ああしてやろうみたいな、うん、こう成長してさ、なんて言ったら失礼ですけど、そうだから、ね、どんどん変わって、だからニコンでそのやらせていただいてから、どっちかというとニコンで育てられた部分が結構あるから、ニコンサロンで。でもあの原さんが応募したのはこう普通枠なんですね。そうですこうルーキー枠。そうで松島君はルーキー枠みたいなやつ。そうです、あのニコンにもあるんですけど、こう何歳までで初めての人は、はい、あの初めての人た用のやつもあるんですけどね。僕はまあ普通枠ですね。うん、だからもうこんな変わったことを知るやつはお前ぐらいだった。いや、そうですね。いやだからそのガチ写真学校でも話したんですけど、写真ってもうネタで決まってんすよね。こんなネズミをずっと追いかける人なんてもういないんで、もうその時点でも勝ちなんですよね。はいはいはい。まあそうですね。でこれはちょっと失礼かもしれないけど、だからすごく内容もいいし写真もいいんですよ。すごくそのあの心意気もいいというか、そのあのね、あのお聞きしてすごいなってあの感じたんですけど、でもやっぱりネタで決まると僕はすごい思ってまして、そうもちろんネタだけではダメなんですけど、でもほとんど僕ね、ネタで9割ぐらいほとんど勝負決まっちゃってた。僕はちょっと意見が違う。あ、僕はその相性だと思うんですね、はい、あ、まあ、まあ他の何もかも全部相性だと思ってて、僕は、まあ、ニコンサロンで3回やったってすごいって言っていただけるんですけど、うん、多分ニコンサロンと相性が良かったんだ。で、それ他のところでも下手すると全然受からないとかいうこともあるんじゃないのかな。で、そうか、だからギャラリーの、はい、まあ、傾向を読むのも必要。そうですね、まあ、傾向を読むっていうか本当に相性だと思うんですよ。だからその、うん、同じような写真を撮っててもその例えばまあ他のキヤノンとかエプソンとかそういうところでやたらいける人と、うん、同じような写真でも相性が悪ければ全然通してもらえない人もいると思うので、うん、それは上手いとか下手とか、う
ダメとかそうでないとかじゃないと思うんですよ。でその相性みたいなのって絶対みんなあると思うんですよね。だその何ですかね、こう街との相性みたいなもんだと思うんですよ。はい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 、ね、よくあるのがこう自分の近所にあるその何ですかね、繁華街より、うん、ちょっと遠回りしてでも行きやすい繁華街があったりするじゃないですか、うん、でそういうのと一緒でそのもう自分が受け入れてくれる場所みたいなのに会えるかどうかみたいな、うん、でそれはもう本当にそのまあ偶然があるのか数打てばそこに出会えるのか分かんないですけど、うん、そこに行った人しか多分できないんじゃないかな。だからニコンでも2回やってる人も結構いたりするんですよ、うんうんうん、それやっぱ相性なんじゃないかなっていうのは個人的には、うんうんうん、まあネタって言われるとまあでも自分の場合ねそんなネタ来るようなことしてるわけじゃないんで、うん、2個以外での応募はしたことあるんですか。そうですね、1回ちょっと他のところでやったことあるんですけど普通に始まりからネズミの写真でどこ、それはちょっと見えないそれはもうちょっとまあでもそれどこなんですか。いやいやいやこれですか。あ、そうですね。まあ、あれはね、やっぱね、メーカーさんでもね、うん、機種とかいろいろなって、そうするとちょっとこう見込んで読み込むと、ニコンはやっぱこうガッチガチのドキュメンタリーっていうか。そうですね、だからね、このね、ニコンで一番難しいのはどっちかというと賞を取ることが難しいかなっていう、だいたい社会派のものしか賞を取れない。言えなかった、そういえば忘れてた。原さんがニコン、そのギャラリーでやった方たちの中でトップの人も1年に1回1人選ぶんですけど、原さんエントリーはされましたよね。そう、実定になっちゃったんですね。で、選ばれなかったんですけど、僕あの時に本当にもう絶対原さんだろうと思って勝手に思ってて、いやいや、あの時ね、でもね、相手がね、木村伊兵衛だったんですよ。なんでか、そう、いや、あの岩根さんかな、あトップかっていうやつで、さすがにですね、木村伊兵衛には勝てなかったな。木村伊兵衛はもうでもね、本当にその時に言われたのがあって今回行けたっていう、その時にそのちょっと気になったんですよ、うん、なんで辞典だったんだろう、うん、いや、なんだバカ野郎っていうか、いや、それはちょっとヤクザの殴り込みで、ニコンってその時はまだこういうコロナがなかったので、うん、パーティーはやってたんですよ。で、はい、パーティーの案内来るんですよね、はい、ニコンサービスやった人は、はいはい、ありましたね。で、あ、僕も呼ばれました。ね、ですよね。はい、で聞いてみたんですよ。すげえ。怖っ。直接聞いたってことですか。そうです。伊沢さんとかいらっしゃるので、で伊沢さん、まあ伊沢さんどうせ来てくれたんで写真展に、でまあその時もいろいろ言ってくれたので、でどうだったんですかって言ったら、まああんまりその審査の話はできないんで、うん、まあちょっといろいろ教えてもらって。でその中でちょっとまあ一言気になることを言われたんですよ、こういう意見があったと、はい、でそこにちょっと自分が引っかかったんですよね、おかしいなっていう、そので、まあ、まあ単純に言うと広がりがないじゃないかって言われたっていう、そういう意見があった、でまあその広がりがないっていうことで自分はすごく反発を持ったんです。広がりがないっていうのは何、まずそもそも何が広がりがないんだと、うん、その場で殴っちゃう。いやいやいやその場で憲法で、いやで広がりがないっていうのはよく分からなかったんですよ。でその社会的な部分での広がりなのか、はい、その表現としての広がりなのかが分からない、うん、でそれを家に自分で持ち帰って、まあ、反問しつつ、うん、でまあ自分は取ってて、その逆に広がりを感じてるんですよね。ネズミのその写真が持ってるそのこれからの可能性という意味では撮ってて、でなんで広がりがないんだって感じた時に逆に思ったんですよね。つまり僕が感じてる広がりを写真展で提示できなかったってことなんだなと思った。わあ、なるほどですね。そういうことかと。であれば出してやればいいんだよねっていうのが、そので思ってこういろいろ考えと言いながら、実はもう2回やって2個もういいかなと思ったんですよ。次やっても受かるような気しなかったんで、同じテーマで3回もって、ところがこうまあ
その翌年あたりからちょっとまあ写真バーって見てたらなんかちゃんと撮れてるなと思って、でその昨年の末ぐらいかな、うん、なんかいけんじゃねえとか思って、うん、でまあちょっととりあえず出してみようって、うん、でまあ受かる気満々って言いながら、もうその自分の中で出来上がってるものが前回よりちゃんとまとめられるなって分かったんで、うん、であればそのさっき言った広がりの部分が自分で表現できてるんだったら逆に言うと多分通してくれるだろう、はあ、っていう感じでその出した。今も広がり中ですか？そうですね、今はその広がりっていうか写真なんで、うん、どっちかというとどんな写真でも広がりってあるはずなんですよ、うんうん、広がりがないっていう表現自体が僕はすごく引っかかりがある。でも、うん、逆にでもそれを言ってくれたっていうのはすごくありがたいなっていう。別にこれは飯沢さんが言ったことじゃないんですよ、うん、その飯沢さんその会会の中で出たよっていう話なんで、飯沢さんは別に広がりがあろうがなかろうが関係ないんじゃないって言ってたんですけど、うん、いやー俺が自分に言われてるみたいだな写真で黙らせるってことですよね。いやーその僕もやっぱ同じようなことやってるだけなんで、こんなことここで言っちゃあれですけど、いや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 、だから本当人間の表情のなんか気持ちの内面を撮りたいなと思って取り組んで、うん、取り組まなければいけないなと思って、いやー勉強になります。いやいや、そうそうね、でも写真ってその僕は写真自体のものはそのものすごく人間 その撮る側の部分がすごく大きいので、広がりとかっていうのは個人的にはないと思ってるんです、言い方を変えると、うん、っていうのはその、ね、例えば家族の写真で写真集を撮る人いっぱいいるじゃないですか、うんうんうん、でも言っても家族の写真で、うんうんうん、その人の僕その人の家族で、その家族の写真に広がりを感じるのを見てる人がどう捉えるかだけなので、うんうん、どんなに そこにすごいメッセージがこもっていようが、うんうん、でもそれは別に、ね、例えば帰ってる犬でもそうだろうし、うん、街でいる犬もそうだろうし、うんうん、野生で貸した犬でも結局何かがあってそれをどう捉えるかだけなので、その広がりに差はないはずじゃないですか。そうです、うん、でそうすると広がりがあるかないかってのはきっと関係なくて、でもその、うん、相手が決める、そうそう、でももう一つはその広がりを表現できるかどうかかな。でそのなんか今回自分の中で広がりが表現できてなかったんだなっていう、自分の持ってる広がりっていうかその表現の幅が狭く見えたってことだと思うんですよね、うん、きっとその前の自分だと、うん、で確かに以前のは今回に比べるとちょっと表現の幅が狭かったなと、うん、でもそれはそれでいいはずなんですよ、うん、その絞り込めてるので、うん、でただそれをもって公表された時にっていう、だ今回その、まあ、言い方変えると逆に言うとまあちょっと賞取れたらいいなと思って出してるので、うん、前回はどっちかというとそこはないんですけど、うん、今回はやっぱり前回その時点だったんでちょっと悔しいなと、うん、そう欲しいなと思って出した、うん、だからその狙い今度は狙いが違うっていうんですかね、うん、まあ取れるかどうかは全然分かんないんですけど、うん、そういう意識で出すっていう、うん、その時に落ちてやっぱり違うかな、うん、でその本当に皆さんが誰かがどうその写真を撮って上手い下手、これだけずっと写真に上手い下手ってないんじゃないかな、うん、とずっと思っていて、うん、いいとこ悪いとこもないんじゃないかな。だから自分の中で要するにその枠を決めるなというか、まあそれは見てもらう人が決めることだし、なんか諦めない方がいいし、まああとその調子に乗るのはあれですけどね。いや調子に乗っても僕はいいと思います、うん、それも相手が決めるから。杉山さんの写真なんて調子に乗らないと撮れないから。ああそうですね。ね、こっちのテンポと向こうのテンポの調子を合わせる。でそこがいいっていうか、うん、そこがいい写真もあるので、はい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 、個人的に写真は多分何でもいいんだと思うんですよ。だそれがどれだけ支持されるかどうかみたいなのみんなやってるんですけど、まあ、僕はずっと昔から思ってるんですけど、その誰にも支持されなくてもすごい写真があってもいいじゃんと思うので、別にその本当に写真家を、ね、目指す人とかがいたりしたら、個人的に思うのは誰かに認められなきゃ写真じゃないと思う必要はないんじゃないかな。すごいな。だからそれが一番最初にネズミの写真を、そうそうですね、誰にも見せるつもりもないのに撮り続けるそうです、ね、そのモチベーションはそういうとこから来てる。そうですね、原さん頑固。そうですね、多分頑固かもしれない。人の話はあんまり聞かない。いやでもそれがさ悪いっ
ていう風にも言われるけど、いい面でもあるわけじゃないですか。そうですね、それで結果を残せばいいだけなんで。そうですね、そうまあ結果を出さなくてもいいと思ってる。ああ、はいはい、本当になんか僕はその本当にこれ、まあ、杉山さんの見てる人たちにこう思うのは、うん、なんすかね、こう自分がちゃんとやりたいと思ったことをちゃんとやるのが一番幸せだよ。うん、そのあんまりね、あんまり人のことをどうこう思って、うん、この人にこう言われたからっていう、でもさっき相性って言いましたけど、うん、人の付き合いも相性がすごく多いと思うんですよ。うん、そうですね、相性の悪い人に何か言われても全然確定ならないじゃないですか。うん、で相性のいい人に同じこと言われたらすごく効くじゃないですか。うん、でそれは相手もそうだし自分もそうじゃないですか。うん、でもう写真とかも同じで、うん、もうその見ても何にも感じない写真が自分の目の前であるのに、自分が撮りすぎて隣の人が見たらうわすごいってなる場合もいっぱいあるじゃないですか。写真展示でえっていうのがよくあると思うんですよ。はいはいはい、逆もしかりね。それをそんないちいちあの人にこう言われたとかこの人にこう言われたっていうふうに一喜一憂する人は必要ない。でそれは写真家だと思うんですよ。うんうん、だからそのそこに一喜一憂するだけで自分が何をしたいのかっていうことの方を、うん、が大切なんじゃないかなと、まあ勝手な適当に、うん、いやだから人のことを気にするなと、まあ、自分の楽しいことを、まあ、徹底的にやり続け、はい、まあ本当原さんが本当にそれですもんね。そうですね。そうするとこういうのが出せる。ね、もう一回もう CM しよう、はい、たくさんの不思議、町のネズミ、原博之さんの本700円、よろしくお願いします。これAmazon の、 リンクを貼っておきますので、はい、よろしくお願いします。概要欄から終わったらあとは、ね、普通の書店でも取り寄せられます。ああそう、普通にありますから、はい、僕も買ったよ。ありがとうございます。サインもらっちゃって、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。はい、で、もうそろそろ時間かな。そうですね。あれ、もう一個何かやるって言ってなかったっけ。憲法と違う、あれなんですか。もう分かった。どうしようかな、もう時間ないな。はい、自分が選ばれてはい、はい、どうですか。そうです、今回、明日からね、はいはいはい、写真展ですけど、あもうタイムアップになっちゃったけど、なんで杉山さんもおっしゃったようにまさか自分が、なんで、うん、僕なんか特に失うものなんか何もにもないので、うん、とにかくチャレンジしてやるしかないなっていう気持ちで、うん、まあダメ元でいいやぐらいの本当に勢いでした、うん、だけどやっぱりこれに選ばれたら君は大したもんだよっていうふうに言っていただけて、うん、まあ実際選ばれたんで、まあだけどここで偉そうぶっても天狗になっても仕方ないし、うんうん、あくまでこれは自分のやりたいことのカピバラの野生の新しい姿を発信するための、うん、初めての舞台だっていう気持ちで今いるっていうのが現状ですね。まだ明日からなんて始まってないんですそしてこれを流す頃にはもう終わってる。はい、ということで原さんをまたお迎えいたしまして、しゃべりすぎてごめんなさい。いやもう本当に原さんの重い言葉がねバシバシと深い深い、はい、でまだまだ原さんの回は続きますまた次回もください。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。原博之さん、あ、杉山正樹さん、カピバラ、カピも松島でございました、はい、ありがとうございます。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 さよなら。すいません、ありがとうございます。喋りすぎですね、これ。いやいやいや、もう最高ですよ。